はい、ハルです。今回はですね、こちらホルビンさんのパンパステル80食セットを徹底レビューしていこうと思います。はい、パンパステルはですね、過去にもいくつか動画上げてるんですけど、今回はね、それのね、大容量バージョンっていう感じ。もういつもね、ありがとうございます、素敵な画材をね、生んでいただいてということで、はい、まずね、何それ、初めて見たっていう人のために言うと、パンパステルっていうのは簡単に言うと、こういう感じのめっちゃ可愛いこのまん丸のね、パンっていうものに詰められた粉状の画材、こういう感じでね、いろんなスポンジが販売されてるので、これで表面を取って、で普通の絵の具みたいにこうやって色をね、乗せたり調整したりしてお絵描きする画材です。めっちゃ優しい色、ほら、わかりやすく言うとアイシャドウみたいな感じ、化粧品のね。で、高品質な顔料、彩度が高い顔料と最低限の固着剤とかが使われているので、かなりねソフト、かつそこまでね、なんか粉粉しいとかめっちゃモロモロ出てくるわっていうのもなく、サラサラな印象の画材ちゃんです。で、この子ね、一個一個がペットボトルの蓋みたいな感じでくるくるって回せるんで、こんな感じで連携させてあげれば、なんかタワーみたいになってね、収納場所にも困らない作りになってます。これめっちゃかっこいいよな。で、公式サイトの方を見ても、もう色の種類がね、めちゃめちゃある。まあ、今回は80なんですけど、他にもね、パステルカラーセットとか、原色セットとか、もうとにかく色幅が広いんで、まあ、まずはね、自分が欲しい、使ってみたいって思った色から、試してみるっていうのもありかなと思います。こう画面で見えてんねんけど、この絵面やばいもんな。この迫力よ。ということで、まずはね、いつも通り全色試し塗りしていこうと思います。はい、という感じでざっくりなんですけど、全色試し塗りが完了しました。はい、こんな感じです。いいなぁ、やばいなぁ、この周りの景色が美しすぎて、ちょっと何も言葉が。まあ、粉がね、周りに飛んじゃったりとかもするので、フェキサチーフとかね、あの上からこうバーってスプレーかけたりするやつも必須かなと思います。じゃあ最後にね、1枚こちらに絵を描いて終わろうと思います。パンパステルくんはね、あのまだ修行中の身であるので、温かい目で見ていただけると嬉しいですという、ハードルを下げておいて、じゃあ、おう。